はい、株式会社佐護城の菅と申します、えー、今回はあの地域の食と環境と、えー、関係人口を考えシェアするコミュニティスクールということで、えー、事業をやらせていただきましたお報告します、えー。今回ですね、福祉地域を横断したコミュニティを形成して、えー、地,域あの魅力や地域の魅力や課題を専門的に深掘りするとで。課題やノウハウをシェアしながら専門家を交えて地域の魅力を最大限に詰め込んだ持続可能なあの地域 NFT を制作。 販売開始するということがアウトプットとしては、えー、できました。で、えっと、プロダクトを作る過程で,ですねあの、このプロダクトというのは、ね、NF、今回は NFT、地域 NFT ですが、それを作る過程をリアルタイムで学ぶことができるコミュニティスクールという形で、えー、アウトプットしまして、2、えー、地,地域合同のキックオフ、オンライン、えー、配信、えー、講座、あとプ,ロプレワークシ,ショップと、えー、現地滞在と。 えー、企画作りのワークショップなどを、えー、開催しまして、えー、延べ80名以上が参加するような講座になりました。で主な、えー、活動内容ということで言いますと、地域に価値あるプロダクトということで、えー、地域プロダクト、これ、地域 NFT、あのー、を開発するということをやり、えー、実際にも販売開始しましたと。 でえー、と開発のにあたっては、ですね地域の魅力を深掘りして、商品開発を行い、アートディレクション広報などの専門家を招聘して取り組みました。NFT には、地域に、えーまあ、その今回、アウトプットしたプロダクトですね、である NFT には、地域に来訪する仕掛け、えー、を組み込んで、地域の関係人口に創出に寄与するようなプロダクトになっています。でその過程で、このプロダクトの形成にの過程で、ですね実施したこの コミュニティスクールというのの運営というところですが、2地域を横断して、専門家、地域、スクール参加者などを包括したコミュニティスクールということになっています。で、現地はオンラインでの地域におけるプロダクト開発を学びながら実装する過程を学べる、で、地域の関係人口拡大、および地域への愛着増成に貢献するということになあのができました。 はい、で主な成果としては、あのプロダクト、実際にも販売があの、この地域に価値あるプロダクトということで、GKNFT を作りましたが、これを実際に販売して、えー、即日販売みたいなことにもなっているというのが、えーま、実績としては出ています。でえっとー 紀ノ川、中洲別、それぞれ売れてきているという感じですね。で、えっと、コミュニティ参加者および、えー、地域への来訪者ということだと、えー、コミュニティ参加者数だと,と24名、事業を通じた関係人口来訪者数だと17名となっています。で事業を通じて得られた気づき、知見ですが、えー、ただの商品ではなく NFT とすることによって、まああのー まあ、き関係人口を創出するということとです、ね、地域に対して経済的なあの関係循環を生むということ、それと、まあ、あの関係性としては継続的な一過性ではないつな、えー、がりを、えー、作ることに成功しました。で、えーまあ、NFT の特性であるあの追跡性とか所有性をかあの活用することによって、まあ、あの新たな、えー、関係人口拡大、創出の可能性が見えたというところが大きなあの、まあ、知見としてはあの得られたところだなと思っています。 はい、事業実施体制としてはですね、弊社佐護城と、えーまあ、今回中標津。 という地域と、えー、北海道中標津ですね、という地域と,、えー、と、和歌山県紀の川市というに地,地域で、えー、連携して進めました。でえー、と中標津町の場合は、えー、未来創造中標津一般社団法人ですね、こちらのコワーキングスペースーと連携して実施しまして、えー、紀の川の方ですと、紀の川市の、えー、地域創生課の方たちからつないでいただいた株式会社、ケイスさんと共同で、えー、行いました。でまあ、それぞれ、あのこの,、まあ、コワあの未来創造中標津とケイスさんにハブとなっていただいて、 えー、さらに、えー、地域の一次産業の従事者です、ねえー、の方たち、えー、と連携して、えーまあ、プロダクト、地域 NFT を作っていったというところです。でえーとまあ、商品化して、えーで、販売としてはケリ d アイさんと,、えー、と連携して、あのー、実施しましたとい,、ねはい、いう形です。 でえっと食や環境に関わるあの関する取り組み状況ということですと NFT および付随するスクールプログラムをまあ食と環境を軸に、えー、開発構築したというところですでえっと未利用の食品、えー、未利用魚とか果物を活用した、えー、環境あの廃料型の NFT 食品を 開発したとというところです、まあ、この辺りで、まあ、食とか環境というところの課題解決に、えー、寄与するあの、まあ、ふ普段だと、えー、正規の値段で販売することができない、えーまあ、一次産業の 果物ですね、えー、ですとか、魚、未利用魚ですね、こういうものを活用して、えー、NFT の、地域 NFT の開発を行うことができました。で、えっと、購入者が、えー、NFT の,あの購入者ですね、これはき、まあの川の方の場合ですけど、えー、購入者が知人におすそ分けができるとかですね、そういうふうな、えー、形で、えーまあ、さらなるあの、まあ、食品ロスが減っていくようなです、ね、循環型のシステムですとか、そういうものを、えー、認知を広げていくというふうなシステムになっています。 で、生産の過程とか、生産者の顔が見えるような NFT 商品の開発ができましたので、食と環境に関する学びの提供の場にもなっています。 はい、で次のエンド以降への、えー、事業展開ですが、今回2地域の、えー、NFT、えー、地域 NFT を制作しましたが、次年度以降も継続的に、えー、開発、販売を行っていくというふうなことを想定して、えーまあ、単純にこう2地域あの2つプロダクトを作りましたというふうなだけではなくてです、ねえー、弊社としてすごい地域 NFT、キントーンというパッケージングを行いました。でえー、と本年度はトライアルとして、えー、各地域の負担金とかコミュニティスクールの参加費ですね、あとは、えー、NFT 売り上げの,あのサゴジョへ 自、まあ、あのにとっての利益というのは設けずに実施したあところがありますが、えー、次年度以降は自治体さんとかに、まあ、開発込みで成立、えー、する、または、えー、参加者からですねこあのコミュニティスクールの、えー、参加者から参加費をあの徴収していく、または、えーまあ、この NFT の,あの売り上げをもうちょっとあの、まあ、単価を少し上げていくとか、ですねそういうふうなことも含めて、自走化のための施策を行っていく予定で今、取り組んでいます。 で、えっと、ジネンはこれらの地域、えー、中心にですが、まあ、さらに地域数としても増やしていくことを想定してますので、す,、えー、すごい地域 NFT 均等としての、まあ、開発数を増やしていく。また、こそこに、えー、開発過程でのコミュニティスクールの,の場っていうのも増やしていくことを今想定して、自、え、走、ー、化していく想定です。 でまあ、これによって、まあ、地域 NFT を通じて、えー、地,あの地域に関し興味を持つ関係人口をそあの継続的に創出して、えー、さらに他地域にも関心を持ってくもらうようなあ仕掛けを作ることによって関係人口が、えー、循環していくことを目指していますあの実際ですねあの今回あの地域 n f t に地域で作る過程、えー、でも 例えば中標津に関心を持って参加された方が、紀の川にも関心を持って、そちらのプロダクト開発にも関わるですとか、またはそういうような逆のこともしっかりですねあの起きていまして、関係人口をシェアして拡大していくっていうふうなことが実際に実証できたかなと思いますので、これをさらに地域数を増やして継続的にしていくということを来年で一個取り組んでいきたいと思っています。 はい、ええー、まあ自創自立自走化にあたっての課題としてはですね、開発費の確保、えっ、ー、とまあ今回それなりに開発費があの加算なところがありますので、これをどういう風うに確保するかっていうところは、はいえー、少し課題なな部分はあります。えー、ただまコミュニティスクールですね、ここの部分を優勝化するあの。 できる可能性というのはあの、本気で今取り組んでいけるのかなというふうに思っていますので、まあ、あの個人はもちろん、えー、企業さんへの販売も含めたスクールコンテンツの広告価値化っていうのも重要となってくるかなと考えています。で、ああもちろん、あの今、販売し始めて、えーっとまあ、最初発売した2月2日に発売した日 k NFT は、 えまあほぼ完売に近い状態になったので、追加販売を今行っていますが、このあたりのえ販売実績っていうのもしっかり出していくことによって、ブランディングがあのできて、このスクールプロジェクトもえ継続的に、コミュニティスクールも継続的にえ広げていくことができるかなと考えています、はい、以上となります。